赤松時永大正9年9月23日は、日本の武士、軍人、政治家、貴族院議員。英典は、海軍中将12位、訓一等男爵。通称は大三郎。日本造船の父と呼ばれる。中世のハリマの名族赤松氏の末裔と称する、晩州網氏新在家の辰野藩御用商人であった、海藻業。 赤松義則をジップとする幕府十五番組を勝ち、吉沢優之進の次男として、江戸深川に生まれる。後下四年、祖父、赤松義則の後を継ぎ父の実家である、赤松生となる。先祖の出自から、父の経歴まで、赤松時永反省団に本人が詳しく述べている。祖父、赤松義則の墓は、阿市元柳寺に現存する。オランダ語学び。 番書調べ書に勤める。安政四年に長崎海軍伝習所に入所して航海術などを学ぶ。万円元年日米、修好通商条約批准書交換の施設団に随行し、官林丸で渡米する。文久元年に幕府よりアメリカ留学生として選任される。しかし南北戦争勃発のためオランダ留学生に変更となり、内田正夫、榎本武明。 沢太郎左衛門らと共に、文久2年、長崎を出港して、オランダへ向かう。文久3年4月に、オランダロッテルダムに到着。海洋建造と、同時進行で、運用術、砲術、造船学などを学ぶ。慶応2年に完成した海洋丸に乗船して、帰国する江ノ本鎌次郎ら、同行のオランダ留学生たちと別れて、オランダへ残留、留学を継続する。 慶応四年体制奉還を知り、留学を中止し、帰国の途に着く。同年5月17日、横浜港へ帰着した。旧若松家の門母新戦争が勃発すると、幕府海軍副総裁となった江本鎌次郎と合流して、江戸脱走を試みるが果たせず、徳川家臣らと共に静岡藩へ移る。静岡藩沼津兵が降陸軍一党、教授方として、 徳川家のために尽くし、その後は明治政府に出資して海軍中将にまで累進。主戦領長官、横須賀造船所長、海軍造船会議議長、明治22年に会長した佐世保鎮次府の初代長官などの要職を歴任した。明治20年5月24日に男尺を除釈。貴族院議員も務め、1917年9月13日に辞職。 明治26年に予備役となった後、見つけ絵本籍を移し、終わりの住家として、旧若松家を建造する。旧若松家は現在、岩田市教育委員会の管理の元、一般公開されている。明治38年10月19日、交尾役に編入。1909年11月1日に退役。1917年9月14日に隠居した。 日本会議に役祭会の初代会長3月には、アリス川の宮武人信能を同会総裁に衰退した。墓所は、東京都文京区の吉祥寺。小は六男十女とする資料もある。うち、和夫次女が幼児期に、和ズメが十代で没している。この他にも、広畑忠友、小玉玄太郎、寺内正竹、渋沢栄一、穂津重茂等、木戸孝一、 井上淳之介、安倍信之、菅野昭一、村上七郎、広田幸喜、山尾洋造、広沢金次郎、池田隼人、田中角栄、福原義春、松方正義、岩崎八太郎、岩崎矢之介、後藤昭次郎、加藤孝明、茂原喜十郎、木内重四郎、赤してるお、中部育次郎、浜口義平、黒田清高、黒木三次、犬飼武 大原総一郎、正田秀三郎、昭和天皇、清水三鶴などと遠赤関係にある。ありがとうございます。